終着高速神戸まで配色アルミニウム合金は阪神5550系電車もアルミ製の車体は配色アルミニウム合金4でした。配色アルミニウム合金5500系配色アルミニウム合金アルミ実験配色アルミニウム合金実験します。アルミ実験を実験します。お待たせしました。次は石井山湾石井山湾です。皆様にお知らせいたします。ただいま年末年始6日を通りかつ安全総点検を実施しております。安心電車では目の不自由なお客様へ積極的にお声掛けを行っております。またお客様もお困りの方を見かけた場合はお声掛けをお願いいたします。石井山は石井山です。鉄地は右側です。配色アルミニウム合金アルミニウム合金三菱電機製です。5500系アルミニウム合金はアルミ製5500系電車はアルミニウム合金の車体は配色アルミニウム合金4でした。足元にご注意ください。アルミニウム合金三菱電機製です。それでは縛りは掃除ください。アルミニウム合金は裏面のアルミニウム合金の次は新材系新材系新材店です。出口は左側です。左側は扉をお押しください。新材店です。お乗り方お忘れ物のないようお注意ください。足元をご注意ください。お降りの方はお忘れ物ご内容をお受けください。
は西方、西方です。西方、西方です。出口は左側です。廃車とアルミの大きな白い電車。廃車とアルミの大きな白い電車。足元にご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。廃車とアルミの大きな電車。白い会社とアルミの大きな電車、アルミ。電車アルミ、会社とアルミ、電車会社とアルミ。いわや。次はいわや、いわやです。足元にご注意ください。桂の道、桂の道で、次は左側です。左側、扉にご注意ください。一難です。ダモン、最初からアルミの動きに、二箱中央駅に到着します。方法線は、温帯架空電車の方式です。神戸サントビアです。地下鉄ポートライナー JR 神戸線ご利用の方はお乗り換えください。
はい、じゃあ右側に関係が違う扉ご注意ください。お降りの方はお忘れ物のご来用をご注意ください。本日は阪神電車をご利用くださいましてありがとうございました。神戸三宮です。パーサーセンスの運転者、大通り交通機関、停車場、こちらの駅までの時刻の扉。